はい、ウクキャットです。おはようございます。今日はですね、昨日セントラルパークにスケッチ行きました。それをね載せたいと思いますけれども、セントラルパーク59丁目からセントラルパークに入るとすぐ池があるんです。その池にね、橋がかかってるところもういっぱい、結構ね、いつもここを僕がスケッチする場所なんです。四季を通してね、いろんな、なんていうのかな、表情を見せる、場所です。僕はここで水鳥を描いたり、この橋を描いた絵がいっぱい多いですね。で、真冬のこの橋のところとかね、春夏秋冬いろんな絵を描くんです。今日は夏最後、秋に変わりゆく、少しずつ緑がね、だんだん黄色とか赤になっていく、その手前、まだまだわっさわっさしている、こうもう超森、なんていうかな、複雑な場所なになってますけれどもね、これを描いていきますけれども、1時間ぐらいで描きました。下書きが6分から10分しかけてないかな、6分ぐらいで書いて、で、あとそこからね、色を塗っておりますが、今日ね、さあ、まずはじめはね、下地というかあれですね、一番はじめに木のね、壁とか、気になる部分から書き出してますね。まずベースになるところを書いて、大きくまず書き出しました。初めのところ、こういう紫ですね。それから赤紫、端のところは堀の赤紫、画板にね、紙をくっつけてイーゼルを立てて書いておりますので、普段机とかで平面なところで書いていますけど、こう、傾けておりますのでね、こうやって水が垂れてきますから、そういうのもうまく利用しながら、撮ったりしてやっておりますけれどもね。外で書いてると太陽の光がいっぱいあります。その光でなので、絵の具をね、結構濃いめに作って描いてて、そう、なんかあんまり濃く見えてないんですけど、うちに描いて見てみるとかなり濃く、ちゃんと絵の具がいい感じになってました。比較的なんか思うんだけど、室内で描いてる時よりスケッチで外行って描いてる時の方が色がしっかり乗りますね。なんかそういうこと気がつきましたね。たくさんの水を使って、描きづらいとこもあるんですけど、それでも僕は結構水いっぱい使って外でも描きます。第一層目がだいたいできたところから、結構乾くのが外でね、早いので、結構ね、手早くできますね。遠い、空の方から描いてって、下地を描いてってやって、全面手が入ったところで、だいたい上の方からまた、そのままね、乾いてきてるんで、そういう感じでいきますね。で、2層目だいたい、今度はね、緑のところをね、描いていくんですけども、全体を見てバランスを見ながら描いていきます。手前のところを少し、暗くしようかなと思って、手前のところで木ですね、今描きました。そうするとこう、なんていうかな、遠近感とかね、そう、色彩だけで、そういう風に描けますけれども、
書いてる間にですね、1時間でも日の光の色位置がね変わってきますよね、スケッチっていうのはね、外で描くっていうのは。まあそなのであんまり時間やたらかけられないですよね。やっぱできたら45分から1時間、まあ今回1時間半以上描くことはほとんどないですね。外だと僕もだいたい40分から、1時間ぐらいですね。それにしてもスケッチをするのにとってもいい季節になりました。9月いいですね。9月ね、冬になるとこの寒くてねなかなか出かけられないから、9月10月まあ11月まあこの2ヶ月ぐらいかな、とてもいいんじゃないですかね、外行ってね絵描くのはね。僕はスケッチの時にこの画板みたい、画板これなんか出席簿とかねよくあるじゃないですか、学校とかでこういうパターンってことでね、紙とかくっつけるやつ、画板みたいにこれ使ってるわけです。で紙がね 9×12 インチぐらい までね、いい感じでね、くっつけて運べるのでね、時々これ裏側にも貼って2つ書いたりしますけどね、いいですよ。これにイーゼルは僕折りたたみ式の、イーゼル持ってって、でこれをね画板に、縦長にしたり横長にしたり しながらね、まあ、書いてます。こういうの持ってで筆もね、筆だいたい4本ぐらい、平筆と中ぐらいの筆と、細い細かい線を描くやつぐらい持ってくるんです。そのぐらいで描いてで鉛筆と消しゴムで、スケッチ用で外に持ってくね、絵の具のなんていうのかなケースを持ってってます。家で描くのとちょっと分けてね持ってってますよ。それとお水と自分で飲むお水と兼用のね、絵を描くお水と、コップとっていう感じでね、持ち歩いていつもねそういう バッグに入れて歩いていってます。僕がこの描いてる場所は昨日そういえば11週ホリデーみたいな名前忘れちゃったな、11週のお正月らしいですよ昨日。だから人がいっぱいいましたね、11週の方。11週って日本語で何でしたっけ、ユダヤ人系ですねのお祭り、お正月ですね。そうそう、なんで絵描いてる時いっぱい人がね後ろ通っていってね覗いて見てたり、いいわねーなんつって素敵ねーとかね いろいろ言ってくださったり、子供がワーオーとかね言って、まあ、楽しげに描いてます。大体後ろからなんか気配があると写真とか撮ってるんですよ後ろから。結構みんなね黙って後ろから写真撮ってたりしてますで振り向いてなんかね目が合うとね美しいわなんて言うんでございますよ。家で描いてる透明水彩とスケッチ、外で描いてるスケッチと前は結構だいぶ違う感じになるんですよね。スケッチのやっぱ外で実際物を見て描くのはとてもなかなか大変ですよね。で写真見るで描くのが、どれだけ楽かっていうのが外行くと分かると思いますけども、まあね、2次元から2次元、平面から平面っていうのは、まあ、ある意味簡単というかねなんですけども、やっぱ外行って自分で、モチーフの、ね、構図を決めるフレームを自分の中でどういう風にするかってあれして、描いていくっていうのはなかなかね切っていく場面を切っていくっていうのがねなかなかね難しいと思いますけど、だんだんそういうのがねスケッチやると、まあ、センスが磨かれるというか、
パシッと構図を決めるのも早くできるようになってくると思いますよ。あと家で描くときには、僕は家で描くときと外で描くときの筆の持ち方が変わってきます。でも今見ててね、自分家だとなんちゅうのかな、いわゆる伏せてる状態、筆を持つ、まあいわゆるノーマルな持ち方なんですけど、外で描くときにはね、逆手の持ち方結構使いますね。鉛筆にしてもそうなんですけど、なんていうか逆手、手首のアングルが変わってきますよね。それ見てて思いましたね。結局はその手首をその画面のところに置いたり、そのワンチンを使ったりができないので、細かい作業をするときなかなかもう一つやっぱ難しくなりますよね。あとそのラフな描き方に、まあ、自然になるというかね。まああと手首描いてて大事だなと思うのは、こうあれですよね、直線引くときやっぱちゃんと肘を伸ばしてね、ある程度距離を置いてポッて描かないとまっすぐな線を引けないので、その描いてるところの距離感って、これまたね細かいことなんですけど結構大事ですよね。ロングストロークでパッてこう肘をね伸ばして描けるようにした方がいいですよ。縦長、縦線、横線。あと僕よくやるのが、自分の体につけるんです。体に肘をつけて、どうしたらまっすぐな線引けない人は体にね肘をこうつけてやると描けますよ。どこかに当てるとねできるので、自分の体に当てるんです。僕楽器弾くじゃないですか、ギターとかウクレレとか。やっぱねボディから離れるのと、ボディ体に楽器がなんていうのかな、触れるとか多くなるとやっぱ安定するんですよね。同じことがね言えるなと思います。なんてことをふと気がつきましたけどもね、自分で分析すると。真夏のこういう風景はもうすっごい草花わっさわさわっさわさなんでね、本当わっさわさだな、大量にあってわっさわさだなっていう感じなんですけど、これが秋になってくるとだんだん木々の色がね本当にねいろいろの色になってくるので、ある意味描きやすくはなると思います。今回手前になんかお花が あるのをちょっと、そこにいっぱい咲いてなかったの、2つ2輪ぐらいしかなかったんだけども、まあいっぱいくっつけちゃいまして、今ね黄色いお花いっぱいそこに手前に持ってきて描くことによって少しコントラストが少し出てくるかなという感じで、わさわさしてこう緑わさわさすぎてね、なかなか今度はその暖色系の色がなんか欲しいなと思ってね、ちょっとそこら辺を創作してます、スケッチだけで。エイクキャット昨日一人でソロコンサートをやってきましてね、ソロライブやって、久しぶりに日本のポップスをねウクレレで弾き語りをしてきまして、来たお客さんが日本人が多いのかなと思ったら、昨日インド人の方、インドのお友達がいるんですけど、彼がお友達いっぱい連れてきてくれてね、え日本の曲やるっても決めてきたから、まあでも途中で書いてね、インプロビゼーションで即興演奏とかしたりとかいろいろやり、まあ楽しい昨日コンサートになりましてね、本当に良かったです。ちょっとそれでウイスキーをねいっぱいいただいちゃって、飲みすぎちゃって今日二日酔いなんです今。もうね本当に幸せなことでございます。飲みすぎですね、飲みすぎましたよ、ね、やっぱ混ぜるって良くないです。ウイスキーとビール、昨日 IPA 何杯ぐらいなのか、 IPA と思うでしょ、ラガー IPA 日本2パイン飲みましたよ、ね、で1つ、
ラガービア飲んだでしょ。ウイスキーのロックがダブルで多分どのぐらい飲んだかな。ダブルで6杯ぐらい飲んでんじゃないですかね飲みすぎですね。はい、ということでね、今日は、これを編集した後はまたスケッチ行こうかなと思います。そうだ、午後の、お絵かきレッスンもありましたということでね、皆様、ぜひぜひスケッチ行ったらいいと思いますよ。楽しいですよ、ね。ということでね、1時間ぐらいかけて下書き入れてね、外で書きました。で、ビリビリッと剥がし、この大きさだと僕大体あのフレームっていうかね、あの額縁効果のところを大体このぐらいの幅にするんですよ、大体ね。大きい紙の時も、もう少し広くなってますけどね。やっぱそこの額縁効果ってありますね。白い枠があるとこう絵が引き締まりますね、白でね。はい、ということで、ドキャットでした。またまたです。バイニャラ。